皆さんこんにちは、シンパです。さあ皆さん、年末年始に向けてのお片付け始めていますでしょうか。年末年始に向けてね、お片付けの業者に、お家のお片付け、不要品の回収とか、遺品整理もそうですし、あとお部屋のお片付けとか、ゴミ屋敷とかね、いろんな片付けを考えている方も多いと思います。で、依頼する前にはお見積もりを取る方も多いと思うんですが、そこで今回は激安業者には要注意というお話をしたいと思います。さあ、やっていきましょう。なぜ激安業者には要注意しなければいけないのかとっていう理由ですね。理由は3つあります。1つは追加請求の可能性があること。2つ目は作業の質が非常に低い可能性がある。で、3つ目はただの潜り業者、つまり不法投棄の可能性があるという感じ。この3つです。で、順番に説明していきますと、1つ目の追加請求の可能性っていうのは、激安という釣り針で案件をね、獲得しておいて、あとはなんやかんやと理由をつけて、作業が終わった後に追加請求をして、そこで法外な賃金を請求して利益を得るというクソ汚いやり方をする会社があります。本当にマジでクソみたいなやり方でね、金儲けをしようとする輩がいてるんですよ。激安業者に注意しなきゃいけない最も重要な項目かと僕は思います。僕が知ってる話だと、僕が50万円で、お見積もりをして、結構大変な現場だったんですけど、50万円でお見積もりをして、で、他社はいくらだと思います？10万円でやるとかっていう会社があるんですよ。で、じゃあそっちに頼みますわってお客さんが言って、で、結果作業が終わった後に80万円の請求をされたみたいな、その7倍ですよ。7倍の請求をする会社もあるんですよ。本当に怒りと悲しみをね、感じるお話ですよね。1万円とか2万円とかの追加請求をすることは、時々やっぱり僕たちにもあるんですよ。時々ね。いや、でもね、すごい金額の請求されるってすごく気分悪くなりませんか。そんな感じで追加請求の可能性があるっていうことが1番目。さあ、2つ目ですね。作業の質が非常に低い可能性があるということですね。これはね、一概には言えませんが、薄利多売の商売をしている会社にありがちですね。全部がそうだとは言いませんが、本当に忙しい会社ですね、が陥りがちな現象ですね。薄利多売の商売をしている、お片付け業者っていうのは、すごく大手だったりとか、あと知名度が非常に高い会社だったりとかします。で、知名度があるということは、その分ちゃんとした作業をしてくれるはずだみたいな期待がある反面、すごく忙しい分、現場に追われるんですよね。午前中はこの現場、午後はこの現場で、この現場とこの現場のが終わったらこの現場に応援に行かなきゃいけないみたいな。で、作業にすごく追われてしまうと効率を重視するじゃないですか。効率を重視 してしまいがちなんですよ。で、もちろんね、効率がいいことには越したことはないんですが、お客様の心情を無視した作業になってしまうことがあります。全部とは言いませんが、つまり、そのものをね、ものとして、遺品として見ず、大切にしていたものとして見ずに、ただのもの、物体としてしか、こうスタッフの心が、そういう風な心になってしまいがちという、感じです。
まあ足で蹴ったりとかね、あの段ボールをボーンって足で蹴ったりとか、まあそまあいろいろね細かく見ると、なんか目立ってくるようなそんな感じの作業になっていくとなっていきがちっていうことですね。で、作業の質が悪いということは従業員の質も悪いということにつながります。まあこういう会社に頼んでしまったお客様はあのきっとものすごく後悔されると思います。まあそれは残念なことですね。はい。で、第3つ目が不法投棄の可能性があるということです。これは本当に最も最低最悪ですね。1番目 の、 追加請求も最低最悪ですが、不法投棄もダメですね。絶対ダメです。山林に廃棄されてあるテレビとか冷蔵庫とか、まあ、なんか発泡スチロールとかなんかいろいろ落ちてるじゃないですか、山林とかドライブしてるとね。本当に一体どこの誰が捨てたんだみたいな感じにはなります。で、年に1回か2回は不用品回収の業者が不法投棄で逮捕されたみたいなっていうニュースが報道されますが、まあどの業者もね処分費がもったいなかったっていうふうに弁明しています。まあこれは本当に言葉にすらならないようにならないくらい残念なお話ですね。言語道断ですわ。はい。ということで激安業者のやばいところを3つ挙げてみました。まあ、ただね激安にも正当な理由がある場合があります。例えば単純に見積もりを間違えてしまった場合、これ僕にも経験があるんですけど、独立して間もない時とかあと見積もり経験が少ない時ですねによくやってしまうミスです。この金額でいけるだろう、この人数でいけるだろうみたいな、まあよく大手で働いた経験があって独立した人にはありがちなミスなんですけど、そういう場合に激安になってしまうことがあります。ただ誠実な人ならばね、その会社が誠実であってその見積もり担当者が誠実であれば追加料金をいただくにしてもきちんと説明もするし、その額もさっき言った10万円が80万円になったみたいなこともまあほぼないですし、で当たり前のような態度で、追加料金を請求するっていうことはないです。ないと思います。ほぼほぼないんじゃないかなと思います。はい。あともう一つが何が何でも売り上げが欲しい時ですね。例えば今月の売上目標まであとどれくらいみたいな、まあ、目標を立ててるけどもうちょっとでそこに行くんだけどきついみたいな、今月ここに目標に行きたいっていう時にはだいぶ頑張って安くして見積もり金額を下げることもあると思います。まあ、ただなんかだいたい平均で例えば50万円ぐらいの平均値があるとしたらそこで10万円の見積もりを出すっていうことはまあないと思うんで、まあ、それでもまあ誤差の範囲ぐらいだとは思いますよ。利益率を低くするっていう感じなので、この場合も追加請求の可能性は少ないと思いますし、あったとしてもどえらい金額の追加請求にはならないかなと思います。まあ、なのでちょっとまとめますと、激安な業者が全て悪なわけではないので、もしね他社よりも圧倒的なもう考えられないぐらいな安さを提示する会社がいましたら、その安さの理由をしっかりとね納得いくまで説明してもらうことをお勧めいたします。はい。そんな感じで、お家のお片付けの見積もりで激安業者には警戒した方がいいですよというお話を今回はいたしました。ぜひね年末年始もそうですし、まあ、通年通して
通用する、参考になるお話だと思うので、ぜひ業者選びの参考にしてください。ところどころ聞きづらい点があったと思いますが、いっぱい練習していっぱい撮影して、慣れていきたいと思います。それではしんぱくんの事務室お伝えいたしました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。お疲れ様です。